さあテレミちゃん、いよいよ現場近くですよ。ドキドキなんですけども。ドキドキ、はい。今日はハゼをルアーで釣るっていうゲームなので、はい、お魚さんもこんなもんだからね、うん、だからドキドキしなくても大丈夫。かわいいもん。痛い思いもせず、言いたくないね。ひたすら可愛い思いだけかな。ちょっとバナナ食べてるんですけど。いいんじゃない。レミちゃんは、ルアーフィッシングはなんと何ぐらいやったことあるのかな。タイラバと、おお、タイラバ、タイラバっていうのがルアーっていうのは分かるんですけど、うん、あとは船釣りで青物を取ったことがあるぐらいです。ルアーで、多分ルアーってぐらいしか分かってないです。ルアーは間違いないね。餌つけてないのね。餌つけてないです。ああ、じゃあルアーフィッシング。ということは生まれてこの方ルアーフィッシングは2回、3回ぐらい、 2回ぐらいしかやったことないです。なるほど。今日は記念すべき3回目ですね。3回目、タイと青物からいきなりこんなちっちゃいハゼ釣りという。そうですね。今ガイドさんがせっせと走ってくれて現場に着きます。皆さんこんにちは、そらしどレミです。いつも2人ですよ。今日はですね、リンクスレーベルのレオンさんとゼンさんと共にハゼ釣りをしていきたいと思います。あ、レオンさんの準備中なんですけど、レオンさんよろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。おい。すげえ。今日はもう鉄道鉄カメラマンだよね。カメラマン。はい、カメラマンです。よろしくお願いします。で、ハゼ釣りのプロは、お、ハゼ釣りのプロゼンさん。ゼンさんです。お願いします。ゼンさんというよりゼンちゃんって感じなんですけど、よろしくお願いします。お願いします。もう回ってるんですか。もう回ってます。え、適当な感じで、適当な感じが。わかりました。広いよね、ここ。ちょっと広いですね。開けたポイントで、ここも砂地のような感じの、砂浜って感じのポイントです。浅いんだよ、これ。ここは浅いポイントですね。これ見ながら釣りできるのかな、サイトで。魚見える。見えると思います。それ楽しそうよね。楽しそうですね。こんな浅いのに釣れるのかなっていうのがちょっとあるんですけど、引っかからないのかなみたいな。大丈夫です。もうほとんど引っかかりは気にしなくて大丈夫です。ありました。偏光グラスってしたことある？え、ないです。わかんない、はい、今この中見えにくいでしょ。はい。このおでこの眼鏡かけてみて。かけたらできるんですか。水の中がパッと見えるんだ。あ、すいません。今どこにあるの。ほら、待って、え、すごい。おー、いいね、この反応がいいね。リアクションが。ういういしいね。ちょっと歩いてみます。風がこう見えると思う。おー、まず入って、はい、竿。あ、ありがとうございます。え、みんなに伝わりたい、伝えたいんですけど。めっちゃ見えるなったぞ。え、すごいです。自衛隊の暗い時に見える、サングラスみたいな。あ、前さん、ちなみに。はい。自衛隊員だったんだけど、ね、あ、元海上自衛官なんですよ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。筋肉と怖いよ。いや、撃たれるんですよ。撃たれます。気をつけます。撃たないですよ、このぐらいに。早速今からハゼをこう狙っていくんですけど、使うルアーがこのアミコンっていうルアーで、アミコンで、ちょっと進化を付け加えているのと、針を変えてます。赤針に、ほんまに赤い、赤いんですけど、こっちもちょっと似たような感じで、フックがちょっとだけ違う感じでやってます。で、やることは意外と単純で、投げたらまず沈めて、そこについたらちょっとだけ浮かして落とす、浮かして落とす、浮かして落とす、やってるとハゼが後ろからピーピーピーとついてきて、そのフックめがけて振ってくるので、それで釣れたとなるので、はい、ちょっとやってみましょう。どうなるか。早速まずこんな感じで投げます。いや、それすごいな。で、今そこまでついてるので、こういう風に、
まあ、ふわ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 。アニコンが、ここから浮いて落ちる、浮いて落ちる、浮いて落ちるを、ちょっと振りたい。うん。まあ、その感じでいいよ。どんどんやる、どんどん。やってれば勝手に食ってくる。すごいな。奥深いわ。みんなが見守ってくださっている。だいたい一発目で来たりするんですか？あ、いるとこだったら、期待します。透き通っている。そう、綺麗です。かわいいです。すごい。もっと近づいて。あ、目にかかって。え、かわいい。かわいいですよね。かわいいでしょ。ここ、お腹とか透き通ってるんですよ。すごい。ちょっと頑張ります。目標をするものがちょっと分かったんで、頑張ります。これがハゼです。言いたい、私も。これがハゼです。やりました。安心です。あ、おる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 やった。初なんかドゥンドゥン来たんですよ。で、ドゥンドゥン来ました。可愛らしくないですか？やばい、めちゃくちゃ嬉しい。ボウ先生。いや、お見事です。さすがです。ありがとうございます。開始何分だろう？開始5分ぐらいですか？持った？開始5分ぐらいですかね。自分を褒めたいです。はい、スキー取りまーす、そのまま。まだ。ウオウオウオハゼ、ウオハゼ、マハゼ。マハゼ、マハゼ。これがマになるんですよ。マハゼ、マハゼ。これマハゼちゃんです。マは真の真のマね。真実の真ね。真実の真の本当のハゼだからマハゼね。これがガチハゼ。ああ、現代用語で言うとガチハゼだよ。ガチハゼ。よろしくお願いします。まだまだ狙っていきます。あ、痛い。ごめんねって気持ちが勝ちました。あ、ごめんなさい。これ簡単なの。外れる角度よね。こうよく観察して。おい。あ、ありがとう。ごめんね、ごめんね。かわいい。生き生きしとるわ。これが外し方です。外してからドヤ顔になるっていう。おう、あ、だいぶ進化できるようになったね。顔の先とか動かし方にだいぶ良くなりましたね。だいぶ良くなった。ありがとうございます。褒められたのゲッタイプです。難しいんですけど、めちゃくちゃ難しいです。さっきのはなんで釣れたんじゃろっていう、さっきの自分に問いたい。
同化しとるんですけど、同化しとる、同化しとる、ほんま同化しとる、同化しとるんですよ。どこ？あそこ見えますか皆さん？ここいっぱいおるんじゃけど、すごい、ここら辺、わ、もう何匹おるのこれ、うわー、ハゼ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 、すごい、これは釣れると思います。これで釣れんかったらやばいな。はい、どんどん行きます。遠い。今どこにあるかってでも分かんないんですよ。釣れちゃった。え、釣れた。やったー。先生すごい。で釣れました。ちょっと投げたらすぐ釣れ。なんで？先生だもん。そりゃそうじゃん。たまたまです。釣れました。やったー。やったー。やったー。おります。やったー。2匹目でーす。さすがです。かわいい。ちょっとついとるところが違いますね、今回は。え、エラ？エラについてます。よかったです。はい、本番で釣れました。これが20匹目かな。はい。ありがとうございます。珍しい音。チャイが珍しいです。チャイが珍しい。ついてる。やったー。ちょっと大きいのではないでしょうか。ちょっとさっきよりも大きいと思います。やった。かわいい。30匹目ですね。ありがとうございます。かわいい。言うだろうな。ごめんね。あ、挟まっとる。挟まっとる。え、挟まっとる。ここにですか？ここですよ。ここに挟まっとるんです。ここ挟まっとるハゼが。あ、いけ。あ、行きました。よかった。これで呪われは。よかったです。ありがとうございます。待って。はい。今回もうまく釣れましたね。はい。マハゼを練習して、で、今、本ちゃんで3匹釣ったんで、あのね、マハゼ以外に、ウロハゼっていうのがいるの。また、前山先生がウロハゼ釣るの上手だよ。昨日だか。すっごいでかいの釣ってたね。楽勝の20センチオーバーで、手長超えの、うん、ウオハゼ、ウロハゼ、ウロハゼ、ウロハゼ、ウオハゼじゃない、ハゼ全部ウオだから。ウロハゼ、ウオのウロハゼを、ウロハゼ、ウロウロしてるハゼ、ウロウロしてるハゼを取りに行きたい。でっかいので、うん、せっかくハゼ釣りに来たんだったら、ちょっとウロハゼも釣ってみたいなということで、はい、はい、ということで、前さん、あのマハゼとウロハゼって、はい、例えば住んでる環境であるとか、はい、釣り方であるとか、その辺はどんな、ちょっと違いますね。マハゼはどちらかというと、そこがもう砂浜、砂地のところが多いんですけど、ウロハゼはそこに捨て石だとかゴロタがゴロゴロとあるようなところの間に潜んでいる感じで、イメージしやすい魚でいうとカサゴみたいな、そういう穴釣りみたいな感じで、なので見ながらこう釣る感じになります。引っかかるんじゃないですか。あ、でもそこがちょっと引っかかりにくくなるような仕掛けにして狙うので大丈夫です。はい、ありがとうございます。ということで、じゃあウロハゼポイント、はい、ゴー。はい。あ、針がね、
ドラハゼ大きいから、大きな針がついてる。そうです。で、さっきのマハゼっていうのは後ろからこう追ってくるので、こっちにフックを2つつけてたり、こう小さいの1個つけたりしてたんですけど、はい、ウロハゼはこっちのお腹の方も食ってきたりするので、それでこの針になってます。だから。釣ったら分かるんか。釣ったら分かると思いますね。じゃあ次がウロハゼ狙いなんですけど、やる場所がこのちっちゃい水路ですね。ここ魚がいるんかって感じですけど、ここにめちゃくちゃいいウロハゼがいたりします。でさっきのマハゼと違って、あのポイントとしてこういう岩がゴロゴロしているところ、でこっちに進んでもこう崩れた石がずらずらっとあるので、その間をちょっとやってみますけど、このルアーをポチャンと落として、こういうふうにちょんちょんとこんな感じで動いてくれるので、そしたら来るんですね。そうです、そうです。で一見魚がいないなっていうふうに思っても、これを続けていると魚がこう急にバッと飛び出してきたりすることがあるので、あ、今これはウロハゼです、今の。おーおーおお、こんな感じなので、さパッと見いないなと思ってもこんな感じで続けてると何匹も出てくるんですよ。アタックしてきた。こんな感じでパッと見魚がいなくても、こういうふうに動かしていると縄張り意識なのか餌として認識しているのか分かんないんですけど、反応して出てきます。すごい。今のはちっちゃいね。今のはまだ小さい方です。置いてたらダメなんですね。動かすことが大事なんですね。あ、そうです。むしゃくしゃした時はこれやりに行きたいな。集中できますもんね。精神修行もね、ほんまに集中できるわ。これで連れ出すともっと集中できる。でかいでかい、もっと鋭くピッピッ、もっとピッ、でかい、でかいでかいでかい。どうしたらいいですか、このまま。隠れたところでピッピッ。もう来るかな。いやでも針にかかってないんで、うん、また来た、また来た、来てください。これはいける、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 あー、またアタックしてた。これで攻めてみよう。スイッチ入んないね。すぐそばまで来るんだけど。そうですね、一回かかったのに、あ、惜しい。手のひら乗せてごらん。手のひらいけるんですか、これ。そうそう。おお、先ほどよりも大きいです。おお。嬉しい。やったじゃん。おお、頭でっか。頭でっかいですね。かっこいい。すごい。かっこいいな。おお。釣りました。よかった、かわいいですね。また透明感がある感じになって。よかった、よかった、よかった。よかった、ありがとうございます。よし。A がほんまにすごい。よかったです。では、放流の儀を。はい。それでは、放流していきたいと思います。
デミースします。デミースさよならデミースじゃあね。あいや粘着してくる感じがやばかったんですけど、でもよかったです、帰りましたありがとうございましたいやよかった。車越えで広島に帰れますアクションかけて食ってくるとこが見えるのってエキサイティングでしょ。いや、いいですね。うわーってなりますね。気持ちが。やっぱなんかみんな悩んでるときはあのウロハゼを釣りましょう吹っ飛ぶわこれジェンさん、今日は本当に釣りお手伝いしていただきありがとうございました。ありがとうございました。最初がマッハゼ、マハゼで最後に釣ったのがウロハゼだったんですけど、無事に釣ることができて本当良かったです。この時期はそれが今いるってことですか。そうです、今からがもう最盛期なので、これからどんどん面白くなるんじゃないかなっていうところですらしいです。ぜひ皆さんあの悩んだ時はね釣りをしましょうすっきりしますよそれではまたね